まあ、あの冗談はさておいて、わしの友達を教えようか。違う、わしの友達を紹介するで。こっち来てや、ふなっしー。よいしょついてるらしいでしょ。そやな、わしが出る舞台は全部爆笑ってついとる。いや、心強い。
いやーすごい。え、何やってみる？え？やる？やる？いや、やってもいいけど、わしの頭みたいにストレスでブワー毛落ちるで。お父さん、お父さん、大丈夫？ほんまや。あんた、これがついたらちょっとね、大変なことになるけど。いやいや、もうほんまや、ヘタが一個ついてるだけや。ほら、大丈夫やわ、ほんま。何があっても大丈夫。ねえ。セリー、まあでも、まあでもやね。はい。あの、漫才もええねやけど、この、そのだけ言えば見て。はいはい。どやな。どやな。まあでも、なんかの、すごいね、アットホームな競馬場って感じがするんだしな。そうやろ。ねえ、すごいなんか、地元の人に愛されてる感じがするんだし。そうやね。家族連れも多い。ねえ、あと、すごいさ、尼崎ってめっちゃ大阪から近いんだしな。そうやね。難波から車で15分か20分ぐらい着いちゃったらしいよ。そうやろ。あと電車、電車もピッて行きよね。おお、電車もピッて行きよね。いや、わしもビビったんやけど、こんなにピッて行けんや思て。うん、あ、だからおっさんいうか南の方飲んでるしな。そうやな。